こんなヴァンガードはライトできない。あれだけ感動を生んだカイ君とカムイ君のファイトだったが、カイに勝った!イヤッホーとカムイ君が吹聴してしまい、それにイラッときたカイ君が、もう一回だとムキになったファイトが始まり、一向に話が進まないレギオンメイト編。カイ君そういうとこあるよね。勝つまでやるっていうね。うやっぱ負けるの悔しいんだよ。負けたら悔しいよ。でも今季いっぱい負けてるから。そうだね。カイ君にしたら珍しくね。ちょっと負けが込んでるんです。そうね。うん、でも、まあいいんじゃないかな。なんか、それでまた成長していくっていうね。いやでもあのカイ君が負けてしまうほどの強敵ってことですよ。そうそうそう。ね。だからね、ある意味ちょっと自分を見ているような感じでしたよ。あいつとしてはね。そうね、最初の頃のね。自分もそうそうそう。全然勝てなかったからね。そこからああやって強くなっていきましたからね。負けを通してね、何かを学ぶっていうことも大事ですよ。
キたちが学園にいるときに、こっそり自分の学生服を着て、私もまだ大丈夫ね、と心の中でつぶやく仙道静香さん。すごくいい。ちょっと軽くエロい。すごくいいね。うん。燃えるね。いや、いい、いいね。セーラー服ですよ。このヴァンガードはライドしたいな。しないか。うん？するよ。なんかいいね。セーラーじゃなかった。あの、美咲さんたちが着てる。これは、いいっすね。あれだ。ブレザーだ。いや、いいっすよ。ママ大丈夫かな？非常にいいっす。胸大丈夫かな？ちょっと前がしまパツンパツンになってるかもしれない。あ、いや、燃える。あ、ちょっと、もういいの。せーよ。あ、ちょっと、あ、トイレ。あ、いててててて。